それをようやく証明できる。それだ、兵長。部下思いのあんたのことだ。多少大きくなったぐらいで何にも悪くない部下を切り殺したりなんかしないよな。ないんだと。そう、持っていけ。くっ、ジークの脊髄液がワインにいつから仕込まれていやがった。体が硬直する予兆はなかった。嘘だってから。くそ、はい、動きが普通じゃねえ。これもジークの仕業か。バリス、まだそこにいるのか。ちゃんと場所と時間を覚えているんだろうな、エレン。行け。なんだよ、もうまたかよ。必死だな、ヒゲヅラ野郎。お前はおとなしく読書する以外なかったのに。なんで勘違いしちまったんだ、俺から逃げられるって。部下を巨人にしてからって俺が仲間を殺せないと思ったのか。俺たちがどれだけ仲間を殺してきたか知らねえだろうに。よう、ヒゲヅラ。てめえ、くせえし汚えし、ブサイクじゃねえか。クソが。まあ、殺しゃしねえから安心しろよ。すぐにはな。